前回は Apex のハッキング事件やゲームをプレイしていいかどうかご紹介しましたが、その後どうなったのか気になっている人も多いはず、私も含めてです。そこで今回はその続編として Apex とワーサンダー両者で起きていることをお話しします。まずは Apex の近況について触れていきましょう。皆さんの記憶に新しい最初のセキュリティアップデートに続き、27日にはさらなるセキュリティアップデートが実施されました。ほんとつい最近です。しかしその内容は X での投稿でプレイヤーの保護を強化するという曖昧な表現で公開され、さらに掲載されていた公式サイトのページではハッキングやセキュリティには触れていませんでした。はい、一体何をしたの？私みたいに詳細を知りたいと思う人も多いでしょう。でもあるコメントを見てグーの音も出ずに納得しました。詳細を明かすと、それを悪用する人が出てくるかもしれない。ごもっともです。というわけで Apex とは2回目のアップデートが実施されたことによって、今回のハッキングを受けるかもしれないといったような心配はより減ったと見ていいでしょう。少なくとも悪化はしないはずですが、今回のアップデートが最後と明記されていたわけでもないので、今後まだ出てくる可能性は大いにあります。ワーサンダーでも前回お話しした RCE などの不安は広がっていて、フォーラムでも同じように EAC の問題なのか、ワーサンダーは安全なのか質問が上がっていました。コミュニティマネージャーはこの問題を認識し、すでに調査を進めていることを返信で該当ユーザーには知らせまして、幸い Apex のハッキングによる影響はワーサンダーでは見られず、重大な脆弱性や問題点は発見されていないとのことですが、別のフォーラムで何やら怪しげなレポートが上がっており、それが RCE によるものではないかという疑惑が上がっています。 RCE が関与していると疑われている現象を支える意見として以下のようなものが述べられていました。まず、ゲーム中に何者かによって強制的に車両からも、そしてマッチからも退出させられる。リプレイ確認をしようにもリプレイそのものが正常に記録されていない。攻撃者と思われるアカウントは完全にユーザーネームが空白で、追跡しようにも一般の人からは難しい。これらを聞くと確かに不安になってくる要素が結構ある内容ではあります。しかし調査の結果、これは RCE ではないと断言されたので、 Apex で起きたようなハッキングは起きないだろうと考えることができます。またこれは従業員の方からの返信で断言されたものなので、信憑性もありそうですね。原因としてはサーバーがハッカーのちょっとしたお願いによって動かされてしまうリクエストベースの脆弱性が発見されたとのことです。これはサーバーが不正な要求にも疑うことなく応じてしまう可能性があるというものです。幸いこの脆弱性に対する対策もすでに実施されているため、同じようなサーバーへの不正アクセスは起こらないと言えるでしょう。ということで Apex もワーサンダーもセキュリティ面で進展があり、ハッキングを必要以上に恐れる心配はなくなったと思いたいですね。皆さんは Apex のセキュリティアップデやワーサンダーで今回見つかった脆弱性についてどう思いますか？確かにサーバー側に問題があると対処は難しいかもしれませんが、ユーザー側も不審なソフトやサイトには触れないといった対策ができますし、 Windows は Defender もありますから、こまめなウイルススキャン結構おすすめですよ。私は編集でいつも活躍してくれているパソコンがあるので、そのためにも別途ウイルス対策ソフトが常駐しています。ではまた次回の動画か配信でしたっけね。